山田上の山古墳は、大阪府南河地郡大使町山田にある古墳。形状は円墳。磯端古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、大阪磯町領として、第三十六代、高徳天皇の御笹木に地上されている。大阪府南東部、二条山山6の磯端において、二条山から西方に派生する丘陵の先端部に、 築造された古墳である。丘陵前には竹内街道が通る。江戸時代には北三陵と称されたほか、かつてはウグイス陵とも称され、河内名所杖では枕の宗師のウグヒスの御浅木を本古墳に否定する。現在は宮内庁事情の天皇陵として道庁の管理下にあるため、これまでに本格的な調査はなされていない。墳形は円形で、 南西方に面する。墳糾は直径32メートルを測り、小規模な円墳になる。主体部の埋葬施設などは明らかでない。関連出土品として、かつて倍町から出土したという怪獣武道郷が知られるが、その出土地の詳細は明らかでない。被葬者は明らかでないが、現在は、宮内庁により、第36代、高徳天皇の御朝に事情されている。 7世紀の王領としては、会期的な見解も、ある一方、その小さい紛糾規模に、生前の白僧霊の繁栄を推測する説もある。磯波瀬では、高徳天皇領のほか微達、陽明、水古天皇領と聖徳太子母が伝わっており、これらは、梅鉢古領と総称される。山田上野山古墳の実際の被創者は明らかでないが、宮内庁では、第36代、 高徳天皇の三ぎに事情している。高徳天皇について、日本書紀では、白地5年10月に崩御し、同年12月に大阪磯町長に葬られたとする。縁起式書領領では、高徳天皇領は縁領の大阪磯町長として記載され、河内国石川軍の所在で、町域は東西五町、南北五町で、主護三煙を毎年当てるとする。その後、 原禄の誕生の,の際に原料に事情され、現時元年に修復及び廃所整備等が実施された。現在の両合には、坂でなく坂の字が使用される。注釈原点出典。ありがとうございます。